はい皆さんこんこにちは機械系男子のケンチです今回は年,年末にですね、えー、ブックオフに行って本を大量に買ってきましたなのでこの2023年ですね読む予定の本を今回買ってきたのでそちらを紹介したいなと思いますはい、はいえー、これがですね今回は僕がブックオフに行って買ってきた本たちですね全部でここにあるのが16冊あります えー、こんなに大量に買ったのはね多分初めてですね今までもブックオフに行って何冊か買うことがあったんですけどもそれでも多い時でもまあ8冊ぐらいですかねで道からね紹介していきたいと思いますまずいいですね、えー、東野圭吾さんの本が4冊あります「えー、手紙秘密予知夢分身」ですね僕は東野圭吾さんまだ1回も読んだことなくて、えー、読みたいなって思ってたんですけどもなかなか手が出せずにいたので、えー、ちょっと2023年は 東野吾さんに挑戦したいいと思いますで。その後、伊豆の踊り子ですね。川端康成さんは、雪国は僕を読んでるんですけども、正直言うと全くわかんなかったです。全然思い出せないぐらいに、本当に理解できなかったです。で、対してその伊豆の踊り子は結構読みやすいって言われてるような本なので、本当かなと疑いつつも、じゃあ読んでみようかなってなりました。でその後、奥田秀夫さんのインザプールですね。あのー、これがですね、 この空中ブランコっていうのがあるんですよ。まあなんかこれ3部作品らしいんですけどもね。えー、インザプールが1作目で、空中ブランコが2部目らしいんですね。で、その後3部目があるらしいんですけども、まあ、今回は3部目は買わずに、えー、1部目の、えー、インザプールを買いました。なので、この奥田秀夫さんは結構面白かったので、読むのが楽しみです。で、その後、えー、陸王ですね。 えー、この池井戸さんの作品もまだ読んだことなくて、ちょっと気になったので買ってみました。で、そしてバトンを渡されたと、つなぐですね。これが、確かインスタグラムとかで、えー、なんか誰かが紹介してて、その紹介文句が良かったので、読んでみようかなって思いました。でシャドウですね。これが僕の好きな YouTuber さんとかでも、なんか本の紹介してるんですけども、3人ぐらい YouTuber さんの、 動画を見て、このシャドウの紹介動画を見たんですよ。ほぼ全員が、このシャドウに関しては前情報なしで読んでほしいですって、みんなが同じ紹介するんですよ。だからそれらね、もう気になっちゃって、まあ、今もね、全く前情報を入れずにこれを買ってきたので、ちょっとね、シャドウを読むのはすごい楽しみになってます。で、木曜日にはココアをですね、これは知人に紹介してもらいました。で、その後、浅井さんのですね、何者何様ですね。 何者は実は読んだこともあるし、映画も見たことあるんですよ。ただ、この浅井さんの世界が結構僕にとってはなかなか理解しにくくて、で、すごいふんわりしちゃうんですよね。で、ふんわりしちゃうし、捉えきれないので、まあ、その、何者を読んだのは結構もう前ですね。4年ぐらい前かな、5年ぐらい前だと思うんですけども、えちょっともう一回ちょっと挑戦したいと思ったので、 アサイさんの本を2冊買ってきました。で、カーネギーさんのですね、人を動かす、道は開けるなんですけども、これね、文庫版を買ってきました、今回。これはですね、僕、文庫版の中身を全く知らなくて、実を言うと、この2冊に対しては、漫画でわかるシリーズの本は持っているんですよ、要約の本は。その本は実際、ちょっと読んでみたんですけども、なんかね、なかなか刺さらないんですよね。 なんかね、その、う,う系の本って人格者の本は、きれいな言葉が並べられてるんですよ。で、そうなるとね、僕はあんまり動かなくて、例えばこんな感じで、今日一日の区切りで生きよって書いてあるんですけども、それに対して、まあ、要はきれいな言葉が並べられてるのかなって思ってたんですよ。なんか、この教訓があって、その教訓がなんでいいのかっていうのが、きれいな言葉が並べられて、 書かれてるのかなと思ったら、そうじゃなくて、こういうなんか教訓があるんですけども、その教訓がなぜ生まれたかとか、生まれた経緯なのか、それとも、教訓に関するエピソードなのかわかんないですけども、エピソードで書かれてるんですよね。これがね、僕全く知らなくて、これだったら早く読めばよかったって今でも思ってるんですけども、やっぱりその、なんだったっけ、7つの習慣のどっかで出てくるんですよ。漫画でわかるシリーズの。 僕の好きなフレーズがあってそれが正論では人は動かないっていうのがあってそのやっぱりその正論ってのは正しくてその言われてる方も反論できないんですよでもだからといってそれで人が動くのかって言われるとそうじゃないってやっぱりそういうエピソードとかそういう気持ちですね人が関わってるとまあ自分も動きたくなるのと同じでなんだろう よく言う、例えば、歯を磨きなさいって、子供の頃からずっと小さい頃からと言われたんですけども、歯を磨きなさい。さもないと虫歯になりますよって言われても、やっぱり歯を磨こうとはならないじゃないですか。でも、実際に、歯を磨くのをずっとサボってきて、虫歯をずっと進行させてしまった時だったり、歯を見ると、一枚見せられるだけで、自然と歯を磨くようになりますよね。それと同じで、ね、エピソードとか、そういう写真とか画像とか見せられると、人って、 なんだろう一言も発せられなくても行動が変わるんだなって思ってなのでこのエピソードで語られると結構やっぱ人って動くのかなって思うのでこれもね今から結構読むのが楽しみですで最後ですねこの本「どうしようよ敵を得て」なんですけどもこれがもう僕もすごい気になってて読みたいってずっと思ったんですよ でも、文庫版が出るのを待ってたんですよね。でも、ちょっと今回、やっぱり買わなきゃって思ったので、今回買いました。まあ、この本なんですけども、まあ、2022年に僕が、坂の上の雲っていう本を読んでるんですよ。でその本で、やっぱりその戦争を言ってる人たちの気持ちとか、実際戦ってる人たちの気持ちを、すでに分かってるというか、一回味わってるんですよね。だから、この表紙とかタイトルを見たときに、あ同じだって思って、 これはね読まなきゃって思ってもうすでに読む前からもうどんな感じかっていうのはたい予想がつくんですねでおそらくね結構苦しい物語になってると思うんですけどもでもやっぱりそれもね味わいながら読みたいなって思いますはいえー、これはですね、えー、2022年のその年末に買ってきた、えー、本なんですけども実はまだ読んでない本がいくつかありましてそれがですねこちらですね はい。これがまあ2022年に読み切れなかった。まあ、買ったんだけど読み切れなかった本ですね。まずは、海と毒薬。これが遠藤周作さんの本で、まあ、これはね、あのー、沈黙を買った時と同じタイミングで買ったんですけども、まあ、読めなくて、まあ、2023年のうちに読めればいいかなと。で、あとはカラマーゾフの兄弟も、あの、罪と罰は読んだことあって、 で、罪と罰もね、結構やっぱ重,重いんですよね。なかなかウェイトが大きくて。でも、やっぱりその、すごい考えさせられる小説だったので、まあ、カラマーゾフの兄弟も、まあ、読まなきゃなと。で、考えるヒントですね。この小林秀夫さんの本は、これもね、その話を紹介してくれて、その、紹介してくれる話の中で、考えさせられるんですよ。なかなか。で、 一個一個の話は10ページ15ページぐらいで終わっちゃうんですけどもやっぱり結構深く考えることが多くて僕もこれちょっと読んでるんですけども、えー、1話読むごとにこういう感じであの自分が考えたことを書いてるんですねでなのでなかなかその読むスピードは速くないんですけどもでもすごい考えさせ,させられるめちゃめちゃいい本なので、まあ、ゆっくり 味わなながら読みたいいって思いますでゾ、ゾウの時間、ネズミの時間は、まあ、これは普通に面白そうだなって思ったので買いました。で直感力ですね、羽生さんの本で、羽生さんは僕の大好きな、すごい尊敬している人なんですけども、えーまあ、直感力をなぜ買おうと思ったのかは、まあ、僕の趣味の一つに麻雀があるんですけども、そういう直感をね、ちょっと磨きたいなって思ったので、こちらを買いました。はい なのでね、2023年は、この、今回買ったブックオフの本プラス、えー、こちら、2022年読み切れなかった本も合わせてね、えー、読み進めていきたいなって思います。はい、えー、今回の動画はここまでです。えー、ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。